最後の曲は森です。今年3月に念願の伊勢神宮奉納演奏、20年ぶりに森を演奏しました。この曲は森の精が優しく私たちに語りかけてくるような、笛と鈴の厳かなメロディーから始まり、嵐のような心と体が揺さぶられるような、だんだんと太鼓の力強いリズムにて荘厳な森を表現したメロディアスな曲です。ご来場してくださった皆様にぜひその情景をお伝えしたいと思います。ぜひ情景を思い浮かべて聴いていただきたいと思います。さあ、それでは聴いていただきましょう。森です。Thank you.